メスのセイウチひまわり、推定21歳。愛知県の南知多ビーチランドに繁殖のため、先月16日から期間限定で貸し出されていた伊勢シーパラダイスの人気者です。オスのキック24歳とおよそ1ヶ月暮らしていました。セイウチは排卵が年に 1,2 回と妊娠させるのが難しく、飼育頭数は年々減少。現在国内の水族館などに26頭しかいません。今月11日に交尾らしき行動が確認されたため、ひまわりは今日伊勢シーパラダイスへ戻りました。私たちができることというのは、こうやってセイウチたちを絶やさずにしっかりと増やしていくということが水族館の目的の一つでもありますので、ひまわりちゃんにはぜひ頑張ってもらいたいなと思ってます。午後1時半ごろ、およそ1ヶ月ぶりに戻ったひまわり、仲良しのメスのタンポポと一緒にお待ちかねのランチタイム。元気で帰ってきました。ちょっとそわそわしてます。無事に帰れてよかったね、ね。はい、妊娠していた場合、来年6月ごろ出産予定ということです。